はい、甘いギター大田瀬さんでございます。どうもご無沙汰でーす。お盆どうやった？お盆はね、僕愛知県1週間レコーディングで、じゃなくて帰省じゃない？あ、全然全然全然レコーディングで、レコーディングでちょっとまるっと1週間抑えられて、うん、そうですね、もう人生でね、あんなにピアノ弾いたの初めてくらい。素晴らしいね。ほんま、あの合宿とかあんな感じっすね。合宿してレコーディングで一番いいやつやね。そうですね、うん、いい感じにはなりましたよ、レコーディングは。これは引っ越ししてたやつ。あ、なるほど。この天気の悪い中どうですか、新婚生活は。順調。順調、おめでとうございます。よかったよかった、順調で、どんどん多分太っていくと思いますいいことですね、幸せにいきましょう。はい、さあ、そんな、この夏の終わりに、うん、このそうですよ、夏らしい、夏らしいですね、非常に。夏になると毎回なんか毎年流れてるような気がする、この曲。海の声ですよ。ビギンさんありがとう。海の声、ビギンさんありがとう。これいいよね、いい曲、本当に。何年前だったか、2年、3年、いや、もっと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 前、これもっと前ですよ。英雄の6年、7年前ぐらい、そんな前ぐらい。時は待ってるね。そうですね、2年じゃないですね、決して。はい、それを、今日はチルアレンジでございます。ですね、はい、はい、チルビギンということで、うん、やっていきたいと思います。はい、で、今日の比較としましては、うん、このギターのフレーズをなんかちょっと練習したいと。そうですよ、やっぱりわしのギターどこ行ったんやというかいつから俺ピアニカだけになった。そうそうそう、あれ僕ギター全然練習できてないやんと思って。確かに、何かもうちょっとしたことでいいんですよ。確かにそうだ、そう、だからまあバンドと一緒で、うん、実践、この曲に組み込む、チルフレーズ。そうですね、これどう？いや、いいですよ。うん、チルフレーズって言ったら結構ね、やっぱりね、小技が効いた、いや、そうですよ、なんか憎い感じね。このなんていうか、ロックとかやとさ、こうチョーキングでキュイーンみたいな格好いいけど、ないのよ。そういうことじゃないじゃないですか、チルのギターって小技じゃないですか。そうそう、うん、ミュート効かしたりとか、あ、そう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 、スライドしたりとか、いなたいみたいな、そういうニュアンス、そういうニュアンスですよ。そういうの教えてほしい。リズムだけで成り立ってる音楽でございます、うん、はい、ここでまあインフレーズちょっと思いつきましたので、ね、こんなフレーズどうかなと思います、はい、これちょっとね、だからね、また解説作りますけど、あ、お願いします。いきなりはちょっと難しい。いや、それね、ただまあ俺ギターを弾いてる人にとったら、まあそのフレーズねみたいな、よく、ああ、よくあるやつ、こういう、ああ、よく聞く、音を重ねるような弾き方、ね、はい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 、こういう弾き方で、フレーズちょっと作りましたんで、うんうん、ちょっとゆっくり弾くとこんな感じで、うん、五弦開放弦を鳴らして、この上で中指薬指、ほうほう、一弦三弦、ほうほう、これをね同時鳴らす。おお、そう、なんか南っぽいサウンドが、うん、でこれをねそのままねずらすスライド、おしゃん、おしゃんティ。でから最後はまた3弦1弦やねんけど、5フレット、6フレットと、これだけで指がちょっと変わっちゃうねんけどね。ほう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 、うん、このリズムなんでございますよ。おしゃんですね、非常におしゃん、さりげない感じがいいですね、うん、アピールしてない感じ、そうなんだ、こういうシンプルなフレーズがやっぱりバッチリハマるんです、うん、ハマるんですね、これをふんだんに取り入れて今から弾きます、弾きますからね、もうくどいくらいね、はい、ここかとここで使うんかと今のフレーズは、そういうことですよ、なるほど、それを、一緒にね、覚えていってほしい。そうですね、はい、まあこれもセンスですもんね、入れどころって、ね、別にだってどこでも入れようと思ったら入れれるじゃないですか、どこでもいいですね、そう、どこでも大丈夫、うん、はい、だからそれを、まあ、A メロのところで、たくさん入れてますので、はいはい、ここかというところをちょっとね皆さん聞いてください、うんうん、またあのテロップ入れてくれると思います、ね、はい、ここってここって出たみたいな、出た、いきます、はい、出たで入れます、はい、知るといえばやっぱりこのリズムが必要なわけでございます、はい、はい、じゃあこのリズムに乗って、はい、海の声ちょっといってみましょうよ、イントロからいっちゃいますか、今回いくですか、はい、はい、で、まあここぐらいまでですかね、転調はしない、一応セーフ、転調はセーフで、ここで終わり、ここで終わり、ね、はい、わかりました、ショートバージョンでいきたいと思います、はい、CM よりかは長いですから、はい、15秒で CM やで、はい、じゃあいきますよ、はい、1、2、3
これによガチで入ってましたね。一回最初だけ入るのしくってるけど、しくってた。もう一回欲しかった。もう一回欲しかった。もう一回欲しかったところが入りきて、うん、全然僕は気づかなかったですけど、あるんですね、そういうの。ああここやった。あ一回スルーした。まあ、そこは多分分かった。あそれ。あんだけ入ってたら多分大丈夫。まあまあ大丈夫ですね。使いどころはね。そうなんです。うん、はい。だからこのフレーズね。うん。はいですね。このフレーズを覚えていきましょう。まあ、解説動画またちょっと短いですけど、はい、こちらの方にね、概要欄にそちらのリンク貼っておきますので、皆さんそれ見て練習しましょう。はい、じゃあ次です。これはまあアコギでもエレクリック、どっちでも行けますもんね。そうか、どっちでも行けますもんね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれを楽しみに。はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。海の声でした。